皆さんこんにちは、甲賀市議会議員の糸目正樹でございます。今日はやはりちょっといても立ってもおられずですね、やっぱりこの動画を収録して、皆さんにお伝えしたいと思います。皆さんご承知の通り、4月8日の11時半ごろ、奈良県奈良市の大和西大寺駅前で街頭演説中の安倍晋三元総理大臣が銃撃をされ、その尊いお命を失われました。本当に無念の極みでございます。日本のみならず世界の多くの首脳要人方々から非常に惜しむ声が多数届けられています。本当に世界から信頼され、日本というこの我が国を世界的に信頼を高めた偉大な総理大臣であったということを私たちはここで確認したいと思います。私の個人的なお話になりますが、そもそも私がこの政界、今一地方議員ではございますが、この政界に入ろうと決めたのは、民主党政権が、2012年の末にですね、第2次安倍内閣が発足しました。そして自民党が民主党政権から政権を奪還したあの時に私は政界に入ろうと決めました。それはその少し前に安倍晋三先生が2回目の自民党総裁選に当選され、そこに私は非常に大きな光を感じたわけでございます。当時のスローガン、日本を取り戻す、私は常にこの言葉を胸に議員活動をやってまいりました。今も私の思いはこの日本を取り戻す、この日本を取り戻すためにこの甲賀市でなすべきことは何か、それを常に追求してまいりました。これからもこの安倍晋三元総理が掲げられたこの日本を取り戻す、果たし得なかったこの日本を取り戻す、まだまだ課題が残っている道半ばであるこの日本を取り戻すという大きな志を、私の志としてこれからも前に進んでいきたいと思います。6年前、平成28年の参議院議員選挙で、当時小有貴候補が凱旋に近江八幡市の市役所前に来られました。この時に私は頑張るコールを仰せつかったわけですが、この時に初めて安倍晋三総理大臣にお目にかかることができました。凱旋者の裏に控えており、その時に安倍晋三総理の公用車が到着され、車から降り立たれて目の前にその安倍先生のお姿を拝見した時に、本当にゾクッとしたことを今も覚えております。昨年令和3年の7月9日初めて安倍先生に、衆議院の議員会館にてお会いすることができました。初めて会話を交わすことができました。当初15分の予定だったんですが、30分にもわたりお話をすることができました。その中には私の思い、安倍先生にぶつけさせていただき、それを安倍先生は受け止めていただいた、そんな貴重な30分でございました。そして激励のメッセージも最後にいただきました。その後11月、そして本年の6月3日同じように事務所を訪問させていただき、お話をすることができました。最後にお会いした時も、次の選挙頑張れ、そうやって激励をいただきました。必ず私は安倍先生からいただいた激励に報いる、それに応える、そういった結果を今後残していきたい、
そのように思っております。なかなか言葉が出てこないところがあるんですが、常に私が模範としてきた、そして私の政治家としてのベースであった、あられた安倍晋三先生を失った今は、本当になかなかこう力が湧かないというか、もうなんか心にぽっかりと穴が開いてしまったような感じで、何度も何度もですね、やっぱり事件直後は3時間タイムスリップができたらなとか、その夜には12時間でいいからタイムスリップできたらなと、本当にわずかな時間タイムスリップができたらお救い申し上げることができたのにと、そんな不可能なことばっかり何度も何度も考えては気落ちをして涙をしてというふうな日々を過ごしております。しかしこんな状態ではダメだと自分に聞かせながら議員活動を進めさせていただいております。街に出ていった時もですね、多くの方々からお声掛けをいただいています。大事な事件やったけど伊藤さん大丈夫かと、そのようにお声掛けいただくことに本当にありがたいと思っているところでございます。将来私がまあいつかあの世に行くわけですが、その時によく頑張ったなと褒めていただけるように、私は精一杯国家国民のため、甲賀市のために全身全霊これからの議員活動を進めていきたいと思います。本日は以上でございます。なんかまとまりのない話で大変恐縮なんですが、まあこれ収録も自宅でしているんですが、本当に申し訳ありません。これからもどうぞよろしくお願いをいたします。伊藤議員に期待してます。次の選挙に向かって頑張ってください。ありがとうございます。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。